死の紋章ナーベレジヌイエチェルヌイは、ロシアのタタールスタン共和国にある工業都市で首都火山に次ぐ第二の都市。ロシア5名ナーベレジヌイエチェルヌイは、貸しの船、タタール5名ヤールチャルは、チャルの騎士を意味し、チャルとは、ブルガール語で、石でできたという意味となる。ウラルサンムヤサイロクを流れるボルガ川の大きな支流鎌川に面して左岸に立つ。 火山からは東へ2 2 5トル人口は50万9870人、50万309人。市街地風景市街地風景近郊のダム湖、ニジネカムスクダムヤールチャルの町は1680年のタタール人の記録に登場しているが、1172年にボルガブルガールの町として建設されたとされている。今日の考古学調査の結果では、 ナーベレジヌイエチェルヌイからは14世紀以前の遺跡は見つかっておらず、ボルガブルガール時代から町があったかどうかは実証できていない。ロシア人の記録では1626年にヤールチャルをロシア語風にしたナーベレジヌイエチェルヌイの名で書出している。19世紀までは川での漁業と交易を主とする村落に過ぎなかった。 1847年の人口は1726人だったと、される。20世紀初頭に工場が創業し始め、1930年には、死の地位を得た。この時点で、の人口は9300人だった。1970年代に至るまでさほど大きくなかったナーベレジヌイエチェルヌイの町は、1976年に、トラックディーゼルエンジン、 戦車などを生産する巨大工場、釜自動車工場を中心とする世界最大級の自動車工業コンビナートが成立したことにより急成長を遂げた。1989年には人口は一気に50万人を突破している。1982年には最高会議幹部会議長、レオニード・ブレジネフにちなんでブレジネフと改名したが、1988年には元の名に戻された。 ナーベレジヌイエチェルヌイの主産業は自動車製造とそれに付随する機械工業で主な雇用主はトラック会社カマーズや自動車会社ズマである広大なカマーズの敷地にある建物のうちいくつかは産業団地となっており中規模の企業や自動車部品工場などが集積しているナーベレジヌイエチェルヌイには鎌川をせき止めたニジネカムスクダムの水力発電所が立地し 市内の工場や家庭に電気を供給している。加えて二つの発電所、金属工場、建設工業や食品工業なども立地する。ナーベレジヌイエチェルヌイは、幹線道路 M7 の沿線に位置し、鎌川の対岸にある北西の隣の都市、イエラブガエ続いている。また北の鎌川北岸上流には、科学工業の町、メンデレーエフスクが、鎌、川南岸を、 西の下流へ進むと、石油化学コンビナートの町、ニジネカムスクがある。河川港湾、国際空港、鉄道駅などが市街と結び、市内交通には、路面電車が使われている。ナーベレジヌイエチェルヌイには、火山大学分校や、ボルゴグラードスポーツ大学分校、市販大学、スポーツ大学、技術大学などが立地する。サッカークラブ、 カマーズ・ナーベレジヌ・イエチェルヌイは1981年に成立したチームでカマーズをスポンサーとし、ロシア一部リーグでプレーしている。ありがとうございます。